Shen-nong in Chinese, Shin-no in Japanese, was a mythological Chinese ruler who has become a deity in Chinese and Vietnamese folk religion. According to English Wikipedia, it writes about Shen-nong as follows. Shen-nong has at times been counted among the three sovereigns or three kings, a group of ancient deities or deified kings of prehistoric China. Shen-nong has been thought to have taught the ancient Chinese not only their practices of agriculture but also the use of herbal drugs. Then, who was Shen-nong and where was he from? The first thing to notice is that since ancient times, Shen-nong had two strange horn-like bumps on the head, or they may be small horns. I paid attention to these two bumps, and there are bumps similar to the Shen-nong's on the head of the Moses statue carved by Michelangelo Buonarroti. Anyway, before that, we have to clarify one important fact. Regarding Michelangelo's statue of Moses, it is generally said that it is a statue of Moses who received a stone board from God, but my theory is quite different. This statue is not Moses. It is a statue of God himself trying to give Moses a stone board. Again, it is a statue of God himself trying to give Moses a stone board. I will explain this fact in this following video, and then the goddess Zeus and King Anu as well. I will also explain about this in this following video, but if you connect these facts together, the goddess Zeus who handed the stone board to Moses and the goddess King Anu. So, if the god with horn-like bumps is King Anu, Chinese Shen-nong may also be King Anu. Since it is only the bump that connects Shen-nong and King Anu, it may be not possible to make Shen-nong equal to King Anu directly, because there may be other gods with horn-like bumps. However, it means that we have found a thin line which connects King Anu and Shen-nong in ancient history. シバセンの表した四季の冒頭の五帝本紀に出てくる最初の神が炎帝、すなわち神王ということになります。その神王は誰なのか、またどこから来たのかということになります。いろいろ言われていますが、最初に気がつくことは、古代より神王の頭には奇妙な角のようなコブが2つあることです。あるいはそれらは小さな角かもしれません。私林浩はこの2つのコブに注目しました。で、その神王のコブと同じようなコブがミケランジェロ・バロノティの彫刻したモーゼ像にもあります。あるいはそれらは小さな角かもしれません。それはともかくも、その前に一つ重要な事実を明確にしておかねばなりません。ミケランジェロのモーゼ像についてですが、一般にはその像は神から石板を受け取ったモーゼであると言われていますが、この像はモーゼを表現したものではありません。モーゼに石板を渡そうとしている神自身の姿を表現したものです。繰り返します。モーゼに石板を渡そうとしている神自身を
表現したものです。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、さらにその神はゼウスであり、なおかつアヌ王です。それについてもこれからこの動画の中で説明しますが、これらの事実をつなげると、モーゼに石板を渡したのはゼウスでありアヌ王であるということになります。で、さらに角のようなコブを持った神がアヌ王ということになれば、中国の神王とアヌ王をつなぐ小さな線がそこに現れてきます。もっとも、そう言っても細い細い線ですから、そのコブだけで、それだけで神王とアヌ王を同一の神とするということはできないかもしれません。他にも角のようなコブを持った神がいるかもしれませんが、ここではアヌ王と神王をつなぐ細い線が見つかったということだけは事実のようです。またそのように判断する私は間違っているでしょうかということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明しておきます。神王です。エンテとも言われています。そのエンテに続くのが皇帝ということになります。中国の五行理論によればですね、赤の次が黄色ということで、エンテイコール赤、そしてそれに続く皇帝は黄色ということになります。それはともかくも、このエンテすなわち神王、つまりイアクの神と言われています。神王は草木をですね、野原を歩きながら、そしてそれをですね、口で噛みながら薬効を発見した神 と言われています。で、その神の頭に注意していただきたいんですけども、頭に角のようなコブのようなものが2つあるのが分かります。古来より神王はですね、このような形で表現されてきたということになります。で、このコブのようなと言いますか、角のような、角かもしれませんしコブかもしれませんけども、持った神がですね、まあ、右の神、すなわちミケランジェロ・プラノティの彫刻したモーゼ像ということになります。で、これは角なのかコブなのか、まあ、それはともかくとしてですね、同じようなまあ、コブがですね、コブならコブでいいわけですけども、それがこのような形で表現されているということになります。がしかし一つここで、まあ、確認しておいていただきたいことはですね、右のこのモーゼと言われている人物、まあ、左に行きましたけども、この像はですね、モーゼではないんですよね。まあ、石板を持っているからモーゼということになってますけども、そうではなくて、モーゼに石板を渡す前の神ということになります。で、その証拠が、まあ、今皆さんにご覧いただいています。中央がこれモーゼ像ですよね。で、その全く同じ顔の人物が神聖の礼拝堂の天井画に描かれています。エルシャダイです、神です。そしてそのエルシャダイと中央、ラファエルの描いた神、これはアヌ王ですけども、アヌ王の顔と一致します。つまりこうして神々がつながっていくわけです。そして左のモーゼ像と下の神王像が、神王の絵ですね、像がですね、頭のコブでつながります。となるとですね、これらの神々をエルシャダイ、すなわち神、すなわちヤーウェ、すなわちエホバとするならばですね、アヌ王イコールエルシャダイイコールヤーウェエホバとなり、そしてそのコブでですね、左の、まあ、モーゼ像に表現されているコブと神王のコブがつながるということになるわけです。となると神王はですね、ひょっとしたらひょっとしてエルシャダイイコール、まあ、ヤーウェすなわちエホバということになるかもしれないということなんですよね。しかし、まあ、細い細い糸といいますか線に過ぎないわけです。まあ、このコブだけを持っているですね、神王イコール、つまりはエルシャダイイコールエホバイコールヤーウェとは言えないということになりますが、ともかくもここでですね、神王の謎を解く一つの小さな小さなといいますか、細い細い手がかりを手に入れたということになるのではないでしょうか。続く動画の中でですね、
モーゼはモーゼにあらず、すなわち神自身であったということを証明します。続いてですね、ラファエロの描いた絵をもとにしてですね、ゼウスイコールアヌオイコールエルシャダイであることを証明していきます。で最後にもう一度、まあ、この画面に戻ってですね、そして神論についての私なりの結論を下したいと考えています。ではまずそのモーゼイコールって言いますかね、モーゼはモーゼルではなかったという動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Ladies and gentlemen, here is a sculpture. Generally, it is said to be the statue of Moses that is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti. The statue holds stone slabs of the Ten Commandments in his arm. Therefore, they say it is a statue of Moses. ButIs this theory really correct? Michelangelo depicted the image of God on the ceiling of the Cappella Sistina. It is a picture generally named the Creation of Adam. However, the God depicted in this picture is exactly the same as that of the statue of Moses. Not only the shape of the face,But also the shape of the ear is exactly the same in every detail. Then, what should we think about this fact? One is a sculpture and the other one is a painting. So, there are two possibilities. First, Moses is God. Or, on the other hand,God is Moses. However, the person depicted in the Cappella Sistina is God, not Moses, which is correct. However, Moses shown in the statue of Moses has stone slabs of Ten Commandments. They are stone slabs that are said to have been given to Moses by God.So, after all, the image of Moses is Moses. But this idea is inconsistent. God will be Moses. Then, when you enter such mysterious maze, you reverse your consciousness. In other words, the person represented by the statue of Moses is God himself. In other words, it is a God himselfWho is trying to give Moses slabs, not Moses who receives the slabs. The proof is that Moses, or the statue of Moses, has two horns on his head. The image of the statue of Moses is God himself. We are just accepting the words someone first said, and we are assuming thatIt is Moses. This is the case. But the image of Moses is God himself. It is a sculpture that God himself is trying to give Moses slabs. If not, then why is the statue of Moses and the face of the God in the Cappella Sistina the same in every detail? Furthermore,Michelangelo himself, unaware of these facts, painted the Cappella Sistina and sculpted Moses after 30 years later. In other words, these works were not sculpted or drawn by Michelangelo, but by God himself. Even more mysterious is the match between these two figures and the face of the statue ofZeus discovered 200 years later. It is a statue of Zeus that Michelangelo never knew. So,
The only answer of mine to this mystery is the paintings of the Capella Sistina, the statue of Moses, and the statue of Zeus were works of the God. ここに一体の彫刻があります。一般にはミケランジェロ・ブアロヌティが彫刻したと言われているモーゼ像です。その像は10階の石板を腕に抱えています。だからモーゼ像ということになっていますが、本当にこの説は正しいのでしょうか。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井に神の姿を描いています。一般にはアダムの創造と呼ばれている絵ですが、この絵の中に描かれている神は先のモーゼ像と全く同じです。顔の形はもちろんのこと、耳の形まで細部まで同じです。となるとこの事実をどう考えたらよいのでしょうか。一方は彫刻であり、他方は絵画です。で、考えられる可能性は2つ。1つはモーゼと呼ばれていた人物は神である。もう1つは逆に神というのはモーゼのことである。がシスティーナ礼拝堂に書かれている人物はこれは神です、モーゼではありません。となると両方とも神であるということになってしまいます。がモーゼ像で示されているモーゼは10階の石板を持っています。モーゼが神から授かったと言われている石板です。だからやはりモーゼ像はモーゼということになるのでしょうか。がこの考え方は矛盾します。神はモーゼということになってしまうからです。で、こうした謎の迷路に入り込んだときは意識を逆転させます。つまりモーゼ像で表現されている人物は神自身であると、つまりモーゼに石板を与えようとしている神自身である。その証拠にモーゼ像のモーゼには頭に角があります。その像は神自身ということになります。私たちは誰かが最初に言った言葉をそのまま受け入れてしまっているのではないでしょうか。そしてそれがモーゼ像であると思い込んでしまっているだけなのではないでしょうか。がモーゼ像なる像は神自身の像である。神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。繰り返します。モーゼ像なる像はモーゼが神から石板を受け取っている像ではなくて、逆、神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。でないというのなら、なぜモーゼ像とシスティーナ礼拝堂に書かれている神の顔が細部に至るまで同じなのでしょうか。さらに言えばミケランジェロ自身もこうした事実に気がつかないままシスティーナ礼拝堂の絵を描き、その30年後にモーゼ像を彫刻したということになります。つまりこうした作品はミケランジェロ自身のものではなく神自身が彫刻したり描いたものであるということになるのではないでしょうか。さらに不思議なことが続きます。これら2人の人物と、さらにそれから200年後に発見されたゼウス像の顔が一致します。ミケランジェロ自身が知る由もなかったゼウス像です。で、こうした謎を解く唯一の答えはこうなります。システィーナ礼拝堂の絵もモーゼ像も、そしてゼウス像も神々の作品であったと。広瀬林、浜松市ジャパン。ソーシャルコンシャスネス・カム writes as follows.
Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our version of the past has been mistranslated, changed, altered, and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Here is one example. Take a look to masterpiece by Michelangelo Buonarroti. One is a sculpture left and another one is painting right. Both look alike to each other very much and you may say that they are the same. Remember that the left one is a sculpture and the right one is a painting. The left one is titled Moses and the right one commonly titled El Shaddai, whoever else he is. However, you may claim that both are created by one single artist named Michelangelo Buonarroti and then it's nothing strange when they resemble each other so much. I agree with you, yes. If Michelangelo was not a replacement of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance, but he was. His masterpiece along with Leonardo's ones are a sort of messages from Jesus Christ, messages hidden in their masterpiece. Then I understand that there must be a secret message hidden in this masterpiece as well. What is a message from him hidden in this masterpiece? Today's video starts from this mystery. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. もう一度最初から比較し直してみます。右がカペラ・システィーナの天井画の中に描かれているアダムの創造と題された絵の中の神です。左がモーゼ像です。共にミケランジェロ・ブラノティの作品です。鼻の部分に注意してください。尖った鼻ですね。で小さな小鼻、まっすぐに伸びた鼻先ということになります。これら両者は全く同じなんですね。がここで注意したいことは、左は彫刻です。右は絵画です。左は3次元に表現された彫刻です。そして右は2次元で表現された絵画ということになります。このように似ているということ自体が不思議だということになりますが、それはさておきですね。この両者は同じということになるわけです。ただやや年齢差はあるように思います。左の方がですね、右と比べて若いということです。目尻のシワなどにそれが表現されています。で、口の部分だけ左に切り出してみましたが、やはり口の部分も同じように表現されているのがわかります。耳というのは個人差の大変大きな部位です。手の指紋のように個人差の大きい部位ですけども、この耳の表現の仕方も全く同じです。ミケランジェロもダヴィンチもそれぞれの神について別々の耳を表現していますが、この両者について言えば同じということになります。皆さん自身の耳と比較してみてください。このように一致するということはですね、つまりは指紋が一致するように、つまりこの両者は同じということになるわけ、です。どうしてこのように同じに表現したかという謎が生まれてきます。で、確認ということになりますが、左がモーゼ像です。右がアダムの創造の絵の中に描かれている神の姿です。で、この両者は同じということになるんですけども、ほっぺたの表現の仕方も酷似しているのがわかります。同じ芸術家の作品だから似ていてもおかしくないということになればそれまでですが、しかしこんな像も見つかっています。
約200年後ですけども、スミルナというところで左のゼウス像が見つかっています。手にサンダーボルトを持っていますから、ゼウス像ということになります。このゼウス像とモーゼ像を貼り合わせてみるとですね、これまた大変よく似ているのがわかります。で、比較してみます。左が1680年、つまり200年後に見つかったギリシャ彫刻のゼウス像です。右がミケランジョロが彫ったとされるモーゼ像です。大変よく似ているのがわかりますが、ゼウス像がないわけではありません。左がゼウス像です。ローマンコピーなのかどうかはわかりませんが、ゼウス像です。右がモーゼ像です。これら両者はですね、やはり年齢差はあるように見えますが、貼り合わせてみると全く同じであることがわかります。髪の毛の表現の仕方もよく似ています。上半分と下半分がですね、髪の毛の表現の仕方が微妙に違いますが、その違いまで同じということです。となるとどう考えたらよいかですけども、ミケランジェロはですね、ギリシャ彫刻のゼウス像のことを知っていた、そしてそのゼウス像を意識してモーゼ像を作ったということになります。まあ、ローマンコピーですから、コピーされたゼウス像がイタリアにあってもですね、おかしくないということになるのかもしれません。赤い丸で囲った部分を丁寧に比較してみてください。そして髪の毛を左にくっつけてみました。よく似ていますよね。ただ写真を撮る角度が違うと言いますか、顔が傾いてますから比較しにくいところもありますが、細かいところをこのようにですね、左右比較してみるとですね、同じということがわかります。ヒゲの表現の仕方も酷似しています。となると左がゼウス像、右がモーゼ像ということをですね、どのように理解したらよいかということになります。あるいは左の像はですね、これはゼウスではなくてモーゼということになるのでしょうか、それとも右のモーゼ像がこれはモーゼ像ではなくてゼウス像ということになるのでしょうか。ところがですね、このモーゼ像は手に十戒を刻んだと思われる石板を持っています。ということはこの像はやはりモーゼ像ということになります。ミケランジェロは一体、あるいはその上の1500年後のイエス・キリストは一体これらの作品を通して私たちにどのようなメッセージを残したかったのでしょうか。大きな大きな謎が残りますが、今は残念ながらペンディングということにさせてください。Impossible Possibility Michelangelo Buonarroti 不可能な可能性ミケランジェロ。前々回はダヴィンチのモナリザ、前回はレンブラント、不可能な可能性について考えてきました。で、今日はミケランジェロ、ミケランジェロ・ブラヌティ、かなり怪しい人ですが、しかしどうしてもあと一歩というところでその証拠がつかめません。あと一歩です。ミケランジェロはいつもその先へ逃げてしまいます。で、今日は題して疑惑のミケランジェロ、その疑惑について整理してみます。広し林浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。ミケランジェロは大変怪しいです。で、当初ですね、S さんという方からですね、ミケランジェロの彫刻した彫刻の背中には、大変奇妙なラインがあるということを教えていただきました。で、調べてみましたら、ミケランジェロの彫刻した彫刻にはですね、まあ、そのほとんどに、まあ、こうした格子状のラインがあることがわかりました。で、これは何かということなんですね。縦線と横線でできています。で、私は当初ですね、もしこれが機械彫りによるものであれば、あるいはそう、機械彫りによるものであるということが証明できればですね、ミケランジェロチェックメイト、大手ってことになると考えたわけですね。しかし、まあ、彫刻刀でもこのようなラインができなくないということが、その後分かりました。で、よく見ていただきたいんですけども、縦線と横線が、まあ、ちょうどですね、網のように、まあ、
並んでるわけですね。で、これはどうして、まあ、できたのか、ということになるわけです。で、まあ、それについてですね、T さんという方から、まあ、これはです、まあ、彫刻刀によってできた、その、いわゆるもらってますか、模様だということを教えていただきました。で、その時に、まあ、教えていただいたのはですね、こうした、まあ、彫刻刀があるわけですけど、この彫刻刀ですね、幅広で、まあ、谷が4つあって、まあ、山が5つあるという、まあ、彫刻刀なんですね。で、これで掘った様子をこうして、まあ、動画で紹介されています。それも皆さんにご覧いただいてますけども、まあ、最近はですね、5つの、まあ、尖った先になってて、4つの谷があると。それで、ちょん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 と掘っていくみたいですね。で、こういう彫刻刀であれば、直線的なラインがですね、平行して走ってもなんだおかしくないわけです。で、ミケランジェロもこうした彫刻刀を使っていた可能性があるということに、まあ一応落ち着いたわけですね。本当にそうでしょうかということで、まあ今日この動画を作ってみました。で、疑惑の1ですけども、ミケランジェロ・バロンティですけども、ミケランジェロは、まあまあいろんな像を作ってますけども、ここに3体のピエタ像を紹介します。で、これが20数歳で作ったピエタ像ですね。まあ後にも先にも、あるいは世界においてもこれほど完成された作品はないと言われています。それからピエタ像、それ晩年、右下が晩年のミケランジェロのピエタ像です。で、晩年ですね、視力を失ったと。で、病に倒れる前日まで制作を続けていたというような、まあ、像なんですね。ですからまあ、そういった像なんですけども、まあ、これがピエタ像なんですけども、まあ、二十数歳。初著作と言ってもよいぐらい最初の作品なんですけども、そこでまあこのような完成度の高い作品を世に送ったということになるわけです。で、この作品についてですね、変な噂が立ったんですね。それはこの像はですね、クリストフォーロ・ソラーリによって彫られたものだという、まあ、噂が出たわけですね。そこで、それに怒ったミケランジェロがですね、夜中のうちに教会を忍び込んで、そして、このちょうどタスキのところに自分の名前を彫り込んだという、まあ、話が伝わっています。他に例えば、ミラノのセムシオ男がこの彫刻を彫ったという噂も出たようですね。で、まあ、そうして、まあ、こうしてできたわけですけども、唯一の、署名を入れた唯一の作品となったということになりました。で、ソラリについて調べてみました。クリストフォロ・ソラリですね。で、今言いましたように、いわゆるまあ、クリストフォロ・ソラリが彫ったという噂が出たということで、ミケランジェロが怒って、教会へ忍び込んで名前を彫ったんですけども、そのソラリという、まあ、彫刻家は実在しました。で、調べてみましたんですけども、まあ、ここには二流、まあ、彫刻家って書いてありますけども、まあ、そういった言い方は失礼ですね。で、これがいわゆるソラリの彫ったイエス像です。で、ちょうど、まあ、なんて言いますかね、同じ時に、まあ、この作品ができているというのは興味深いですね。まあ、ソラリの、今、作品を見ていただいてますけども、これが、まあ、代表作ということになっているそうです。で、これがソラリの彫刻。で、まあ、同じ、全くいわゆるピエタ像と、そのイエスの像と同じ時期に、同じ年にね、完成してますから、比較するには比較しやすかったんですけどもね。で、クリストフォロ、ソラリです。で、1527年、ですからね。で、まあ、ちょっと並べてみますと、1160年から1527年、ソラリが活躍しました。で、ミケランジェロが1175年ですから、15歳年上ということになるわけですね。ですから、1564年って、ですから、ソラリが、このイエス像を完成した時には、ソラリは40歳少し前ということなんですよ。不詳かね。で、このピエタ像のイエスの顔とですね、ソラリの彫った、クリストフォロ・ソラリの彫った、このイエス像の顔と比べてみてですね、もし、これがですね、左の像がですね、ソラリが関係しているとしたら、全く同じ年にね、完成してますからね、1500年に。ですから、まあ、そうした影響は当然あるだろうと思って調べていたんですけども、顔について言えばあまり似てませんね。ただ髪の毛がですね、奇妙なことに、まあ、そのコンセプトが一致していると。まあ、これはまあ、ローマンコピー、あるいはギリシャ彫刻でも同じような彫り方してますから、そうした流れを組むといえば、それまでのことだと思います。で、手彫りなのかどうかということなんですけども、これがミケランジェロの、まあ、自画像って言いますかね。まあ、自分の姿ってことになるわけですけども、まあ、これは大理石ですからね、皆さん。そしてこの大理石には、このような衣服が彫り込んであると。非常に薄いんですよね。そしてその衣服の表面には、模様まで描いてあると。で、これは本当、果たして可能かどうかということですけどもね、最初にまあ模様を彫っといて、だん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 薄くしていったということも考えられますけども、今のようにね、伝統工具があって、それで彫っていくっていうのではありませんのでね、手彫りてますかね、のみと金槌だけで彫っていくわけですから、まあ、大変な作業であっただろうと思うんですけどね、まあ、これが機械彫りとは断言できないという部分で、あと一歩なんですね。
まあ、こうした像もあるわけですけども、まあ、これ M さんという方がですね、あまりにも日韓的で、これは人間離れしているよなんてね、メールで書いて、送ってくださった写真なんですけども、確かにまあ、ちょっとね、人間、ワイルマンなんて言いますか、手彫りを手彫ったとは言えない。むしろ写真に近いんじゃないかというふうに、私はそのような印象を持っています。で、もう一つは、バッカス像ですね。まあ、ギリシャ名ではディオニソースですけども、このバッカス像ですけども、この、ブドウなんですね。で、こうした、まあ、ブドウをどうやって掘ったかですけども、細かいのを、まあ、作って、そして、なんか、何らかの形でね、接着していたのかな、というふうに考えられますけども、どうもそうではなくて、これ、一つの、その、塊からこのようなブドウを掘ったようですね。まあ、ところどころ欠けているところもありますからね。まあ、だから断言はできませんけどもね。まあ、こうした、その、極めて精緻な、彫刻をミケランジェロはしたということですね。怪しいですね。で、一つ気になるのが、モーゼとゼウス像なんですね。これが、ミケランジェロの掘ったゼウス像ですね。で、まあ、このゼウス像とですね、それが1620年でしたかね、スメリアってところで、80年です。ごめんなさい。1680年に、見つかった。すなわち、この右のゼウス像が見つかった時には、まだ、てか、もうそれ以前、はるかに以前にね、200年ですかね、近く前に左のモーゼ像ができたということになりますから、ミケランジェロは右の像を見てないはずなんですよね。見るところにはなかったと思うんですけども、この両者を貼り合わせてみると、奇妙なことに大変よく似てるというか、まあ、ただ大変よく似てるとだけしか言えませんしね。また、ミケランジェロの時代にもまだね、ラオコンとか、あるいはそういったゼウス像も他にありましたからね。ですから、まあ、必ずしも、これ一致したからといって、ミケランジェロがゼウスを真似て作ったってことにはなりませんけどもね。まあしかし大変よく似てるという事実もあるわけです。そして眼球の位置ですね。下の方はやや薄く、いろいろ明度を変えたりしますと、眼球の位置が見えるんですけども、その眼球の位置と上の、まあ、モーゼ像と下のゼウス像ですね、と一致しているというのはまたこれ奇妙なことなんですね。すなわち、まあ、このモーゼ像を彫ったミケランジェロはですね、こうしたアイデアといいますか、デザインをですね、どこでしたかという問題も出てくるわけです。というのは先に言いましたように、右のゼウス像が見つかるのは1680年ですからね。ですから、まあ、少なくとも150、60年後になりますからね、ミケランジェロの時代から見れば。ですから、まあ、見て作ったということはありえないわけですね。となると、やっぱり怪しいな、ということになるんですけどもね、皆さんどうでしょうか。で、髪の毛を落としてみますと、これ大変よく似てるんですね。髪の毛がふさふさしてるからちょっと見にくいんです。ですから私は、モーゼ像っていうのは、年を取ったゼウスであり、まず、1680年にスメリアで見つかったゼウス像は、若いゼウスというふうに判断しました。で、ペーター像に話戻しますけども、やはりここでも大変こう精緻な彫刻がしてあるわけですね。ですから、まあ、どのようなのみを使って、どのように掘ったかということなんですよね。まあ、のみで、今のようにね、超合金の、まあ、鋭い刃物があれば、また楽だったんでしょうけど、当時はね、鉄ですからね、まあ、超合金らしきものもあったという説もあります。まあ、ともかくもこうして、極めて精緻な彫刻がしてあるということなんですよね。で、ここで前から、以前から気になってるんですけど、このマリアのですね、額を見ていただきますと、奇妙なラインが走ってるんですね。それ今ちょっと説明しますけども、この、ここですね。このラインは何かですけども、以前はですね、これほど精緻な、まあ、精細な写真が手に入りませんでしたので、頭に被るレースじゃないかというふうに考えています。しかし、レースは上にありますね、ちゃんと。ですから、まあ、レースを2枚被っていたのかな、ということになるわけですけどね。ダヴィンチの、まあ、聖母の、まあ、どんな絵にはこうしたレースのものが書き込んであります。で、右の方は聖母子ですね。で、その、ピエタ像のすぐ後に、1年ぐらい置いてからな、この右の2年ぐらいですね、聖母子ができるんですけども、やはりこっちの方にも奇妙なラインがあるということです。なぜこんなラインがあるのかということなんですよね。まさか絵のようにね、データの使い回しをしたのってことまではいけませんけどもね。まあそういうことも考えられるってことです。まあこの聖母子なんですけども、その聖母子も怪しいんですね。これはギリシャ彫刻の方ですけども、まあもちろんポーズは違いますけども、ギリシャ彫刻に描かれている、まあ子供とですね。それからミケランジェロの彫った聖母子の、まあ子供です。まあイエスということになるわけですけども、大変まあコンセプトがよく似てるってことですね。ただし、髪の毛だけはギリシャ彫刻の常としてですね、まあ、だったようにですね、髪の毛だけはまあ別のデータを使っているということになるわけです。それを除きますとですね、大変よく似ているということなんですよ。いわゆるまあ、いわゆる肉感と言いますかね、そういったものがギリシャ彫刻のその子供と大変よく似ているということなんですね。まあ上下比較していただくとわかりますように、まあこの偶然なのか偶然でないのかということになってくるわけですね。まああくまでも疑惑ということになります。足の掘り方なんかも大変よく似ているんですよ。指の感じもね、
それから肉の付き方も大変よく似て、まあこれもですね、ミケランジェロがギリシャ彫刻をこれどこかでローマンコピーですけどね、どこかで見ていて、そして同じように彫ったということも考えられますからね。ですから疑惑ということになるわけです。で、髪の毛についてもですね、同じような髪の毛がまあギリシャ彫刻の中にあります。で、これまあ探し出してみたんですけども、やっぱりよく似てるんで、ただ髪の毛の形は違いますけども、ラインの流れっていうのはまあほぼ同じと私は考えています。まあ、中部学をいただくご覧いただくとわかりますように、いわゆるまあ、前流れてる髪、後ろ流れてる髪、それからぐるぐると巻いてる髪の様子がですね、大変よく似てるということですよね。まあそういったところに注意していただきますと、まあなってますが、データはあって、それにバリエーションを加えて髪の毛を作ったということにも考えられなくはないという意味で疑惑ということになります。で、結論ということになりますけども、冒頭に挙げました奇妙なラインについてですけどもね、今言いましたように、この、まあこういったその彫刻等もあって、こうしてトン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 と掘っていくということなんです。まあ今度はノーマルのスピードで皆さん見ていただいてますけども、このトン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 と掘っていくんですね。そして、まあ、その結果としてこうしたラインが残ると。まあ本来ならね、こうしたラインっていうのは後で磨きをかけて、まあ、テカテカにしてって消すんですけどもね。まあ逆に言いますと、まあ、ミケランジェロの作品にはその消し忘れということがの、のラインは消し忘れということにもなるわけです。まあこうしてまあ掘っていくわけですけども、このラインですけども、どうして私に奇妙かなってことをもう一回今日、皆さん見ていただきたいなと思いますけど、この、いわゆるまあ、6個のですね、6つの歯があって、5個の歯があって4つの谷がある歯、のみで掘りますと、こういうふうに穴が掘れますよね。もちろん表面もある程度削られますけども、今度は左の方から横に水平に、水平というか横に掘っていきますと、こういう形に残るわけですね。まあ多少下を掘り込んでいきますから、まあ綺麗な山にはなりませんけども、まあ基本的には上のような、その、いわゆるまあ、塊が出てくるわけですね。そして、ま、横から掘った時に下を掘りますから、当然前のラインは消えていく。まあ、こういう形で残るなら、私も納得できるんですけどもね。もう一つその、ミケランジェロの掘った彫刻の表面についているこの格子用のね、模様を見ていただきたいんですけども、なんかこうね、網デッキの、網のね、魚を焼くときに使う網のような、網のようになっているところが気になるんですね。そしてその中心の四角の部分が下へ掘り下げられてますよね。で、こんなことが果たして可能かということなんですね。もしこの深く掘ったんなら、先の掘った線がですね、まあ、残らないで消えるはずですからね。ですからまあ、これはでなぜこんなラインができるのかって、今はまあ、わかりませんのでね、一度、彫刻家の先生に聞こうと思いながらも、ペンディングになっていますが、まあ、もしね、この動画をご覧になっている方の中で、彫刻に、についてですね、詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。で、こうしたラインがなぜつくのか、まあ、我々はもう普通のね、大理石彫刻の中でこのようなラインが本当に残るのかということなんですよね。まあ、当時は、まあ、前提として現代私たちが使っているような超合金というものはなかったという前提で考えていただきたいと思うんですよね。まあ大変こう精緻な彫刻刀ということになるわけです。まあ他のまあ彫刻、先ほどちょっと言いましたように、ダヴィンチのまあ彫刻した彫刻の中にはこうしたラインがあちこちに残っています。で、まあ、細かいところ。まあ、こういうところ、細かいところはちょん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 と掘ったのかなという感じはしますね。これなんかもラインが縦線だけでできたからってことにもなるわけですね。それで、まあ、こうした、まあ、磨き忘れていますかね。磨き残しというのがやっぱり残っているんじゃないのかなと思いますね。皆さん、こうしたラインをどのようにかお考えでしょうかね。もちろん、大部分と言いますかね。それは、彫刻刀ののみで掘ったようなラインですけども、これなんかちょっと綺麗すぎるんじゃないかと思うぐらい綺麗なんですね。まるで、バターをこう、ね、ナイフで切ったように、綺麗に跡は残っています。まあこうしてこのラインがですね、ここでググッと曲がってるっていうところもありましてね。で、こうしたラインがなぜ残ったかですけども、はい。まあそれ以上のことはね、まだ今の段階では疑惑っていうことですからね。それ以上のことはわかりませんけども、まあこれなんか格子状になってますね。で、逆に言いますとね、まあ、格子の、まあ、手で掘ったように見せかけたということも考えられなくないわけですね。今までの流れからしますとね、ダヴィンチ、それからレンブラントの流れからしますと、何かしらこう、腑に落ちないと言いますかね。ああ、そうですか。これは彫刻で掘ったんですか。ああ、わかりました。というふうに引き下がるわけには私としてはいかないということですよね。もう、散々騙されてきましたからね。はい。まあ、だからといってミケランジェもそうだとは言えませんけども、だから、まあ、疑惑ってことになるわけです。まあ、これなんか本当に、まあ、最後にお見せしますけども、綺麗な格子になってるわけですね。ですから、縦横に掘ってこのような格子になるのかってことなんですよね。要するに、先ほど言いましたように、縦に掘っておいて、今度横で掘った場合には、横で掘った分の線、まあ、前にね、掘った分の山がですね、全部削り取られるはずですからね。ですから、こうした、まあ、ラインがなぜ残るかということが、まあ、疑問。一回言い換えますと、この謎が解けない限り、まあ、ミケランジェロの、はい、ことを諦めるわけにいかない。もっと言いますと、
Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or peeled off skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But the question is that, why did King Christ draw such a picture in the mural of the Last Judgment? In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo's just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures or paintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans. In other words again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans. Ancient History Encyclopedia writes about Prometheus as follows. In Greek mythology, the Titan Prometheus had a reputation as being something of a clever trickster, and he famously gave the human race the gift of fire and the skill of metalwork and action, for which he was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan as he was helplessly chained to a rock. I, Hiroshi Hayashi, wonder if Prometheus is just a clever tricker, but this is not a point for today's video. I hereby prove that King Anu is Zeus, or Zeus is King Anu in this video, with evidence Raffaello Santi had left us for humans. The point is that Prometheus was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan Prometheus. ギリシャ神話によれば、チタン族のプロメテウスはずる賢い詐欺師として位置づけられています。そして人間に火と金属加工の知恵を与えたという罪により、プロメテウスから罰を受けることになりました。プロメテウスはゼウスに体を鎖で巻かれ、毎日和紙に肝臓をついばまれるという刑を受けました。ということになっていますが、本当にそうでしょうか？が、それは今日のポイントではありません。私、林浩氏は、アヌ王イコールゼウス説を、ラファエロサンチが絵画の中に仕込んだ暗号を解くことによって、この動画の中で証明します。アヌ王イコールゼウスでした。広志林、浜松セリー、ジャパン。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。それはともかくもラファエロ・サンチがこんな絵画を描き残しています。その絵画の右下に描かれている動物は馬なのかそれとも牛なのかということになります。
一見すると馬のように見えますが、立花恵子さんという方がこれは牛ではないかと教えてくださいました。牛です。これで謎が解けました。この動物は馬なのか牛なのかですけども、立花恵子さんによればですね、角があるみたいだと。そして耳の位置もおかしいというわけですね。つまりこれは馬ではなくてお牛というわけです。ビンゴです。そしてお牛、牛ということになれば、つまりはプロメテウスを意味するシンボリックな動物ということになります。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。で、冒頭で話しました話を思い出してください。プロメテウスはワシに肝臓をついばまれる時計をゼウスから受けます。そして右がそのプロメテウス像です。右のプロメテウス像は足に鎖を巻かれ、そして和紙に体をついばまれています。この赤い部分が和紙ということになります。そして左のラファエロの絵の中でも和紙もしくはカラスのように見えますが、和紙に体をついばまれている牛が表現されています。これでここに描かれているのはプロメテウスと断定することができます。この黄色い丸で囲んだ部分に描かれているのはワシについばまれているプロメテウスということになります。そしてその右にも一人人物らしきものが描かれています。そしてその上にも描かれていますが、上の赤丸は当然ゼウスということになります。ここでのポイントは、牛イコールプロメテウスということになると牛イコール延期となり、その上に描かれているのはアヌ王ということになります。つまりプロメテウスイコール延期とつながり、延期の上位神であるアヌ王へとつながっていきます。上の赤い丸で囲んだ人物がアヌ王ということになると、ギリシャ神話を元にすればアヌ王イコールゼウスということになります。となると、その左下に描かれている、動物ですけども、人物は誰かということになります。この動物について、以前は私はフクロウであると考えていました。フクロウ、つまりローマ時代にはスリックスと呼ばれた魔女ということになります。がしかし、ある方から指摘を受けてですね、これはライオンではないかということで調べてみました。で、今はライオンで落ち着いています。だからなぜここにライオンなのかということなんですけども、ライオンといえばですね、アヌ王、そしてその流れを汲むエンリルの、象徴的な動物ということになります。右が英国王室の紋章ですけども、頂点にアヌ王が立ち、左にエンリル、右に延期ということになります。この延期イコールマルドックというふうに今は考えていますが、ともかくもここにライオンがいるということですね。つまりここにいる動物はエンリルではないかというふうに今はそのように判断しています。エンリルであってもイナンナであっても、この動画の中では大きな違いはないと思われます。ここに訂正し、このままにして話を先に進めます。が、この動物イコール人物が誰であるかということについては、ラファエロ自身がその謎を解く手がかりを残してくれました。右の絵もラファエロ・サンチが描いた絵ですけども、この絵の中に奇妙な三本指の人間が描かれています。足元に注意してください。今赤丸で囲んでみました。この部分を拡大してみます。やや明るくしてみます。
ここに描かれている足に注意してください。三本指の、まあ、人間ということになります。ここで注意していただきたいことは、左の足とそして右の足が同じであるという点です。ここが今日の一つの大切なポイントということになります。となると、この人物は誰かということですけども、他の人の足を消去法で消していきますと、この上の人物ということになります。この人物は誰なのかということになります。で、その謎を解くヒントを今度はミケランジェロ・ブアロルティが残してくれました。ミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像です。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。このような形で左の人物はマリアであることをラファエロ・サンチュは私たちにメッセージとして残したということになります。つまり三本指の人物はマリアの足ということになります。ここが次のポイントになりますから、注意深くご覧になってください。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。そしてそのことを知っていた人物がもう一人います。言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。で、ここではもう一度そのシグナム・マラーノを確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチも三本指の人物の足を描いています。そしてその足はマリアの足ということになります。主体告知の絵ですけども、この中央赤い丸で囲んだ部分に注意してください。この置物の下に三本指の足が描かれています。やや左上の白いのは置物の足です。その下に三本指の足が描かれています。比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりここに描かれているマリアも三本指の魔女、つまりスリクスということになります。ローマ時代には最も恐れられた魔女です。人間の血を飲み、そして肉を食べていました。ウィキペディアの方では、邪悪なオーメンの鳥と表現されています。つまりダ・ヴィンチもその事実を知っていたということになりますが、もともとダ・ヴィンチもミケランジェロもラファエロも1500年後のイエスの操り人形でしたから、このようにコンセプトが一致していたとしても何らおかしくないということになります。それはともかくも、その足がラファエロの絵の中にも描かれているというところに注意してください。こうしてマリアとつながっていきます。そしてそのプロメテウス、マリアの上にいるのが当然ゼウスイコールアヌ王ということになります。で、そのゼウスですけども、17世紀に発掘されたゼウス像と比較してみてください。17世紀にスメルナというところで発掘されました。そのゼウス像とコンセプトを共通します。こうしてゼウスイコールアヌ王、アヌ王イコールゼウセスが固められていきます。右がアヌ、左がゼウスということは、ゼウスイコールアヌ、アヌイコールゼウスということになります。となると、ゼウスの向かって左側にいる女性らしき人物は誰かということになりますが、流れからするとニンフルサグということになりますが、これは確実ではありません。消去法で考えていくと、延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。
そしてこの白い丸で囲んだ人物、子供たちは誰かと言いますと、流れからするとアダムとイブではないかという仮説が立ちますが、これも定かではありませんが、ここではっきりしていることは、上にいるのがゼウスイコールアヌ、そして右下にいるのがプロメテウスイコール延期ということになります。そして左下にいるのがマリアということになります。で、結論ということになります。もう一度ラファエロ・サンチの描いたこの絵を見てください。そして右下に描かれているのが牛と分かることによって、この絵の持つ謎を解くことができました。立花恵子さん、どうもありがとうございました。私もこの動物は馬と考えていましたが、これは牛です。つまり延期、プロメテウスということになります。そしてその左にいるのがイシュタール、つまりストリクス、つまりマリアということになります。そしてその上に乗っているのがアヌ王イコールゼウスということになります。ギリシャ神話のゼウスと、そして堕天使プロメテウスの関係がこの一枚の絵で全て説明される、イコール証明されるということになります。そしてその上に一人、もう一人忘れてはならない神が君臨しています。今赤い四角で囲んだ部分に注意してください。天井から光が伸びているのが分かります。つまり下にいるのがゼウスイコールアヌ王ということになると、もう一人上位の神、つまりソフィアがこの絵の中に描かれているということになります。それについては別の動画で証明説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。ともかくもこの動画の結論は、アヌ王イコールゼウス、ゼウスイコールアヌ王であったということです。これでゼウスの謎が解けました。で、結論ということになります。司馬遷が表した史記の冒頭の御帝本紀のそのまた冒頭を飾る神、それが炎帝、すなわち神王ということになります。で、この神王は誰だったかということになるわけですけども、大前提としてですね、この小さな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 地球という惑星においてはですね、神と言われる存在はそれほどたくさんと言いますか、多くの種類と言ったらいいのか、まあ、神がいたというわけではありません。ですからそうしてみればですね、限られた神によってこの小さな小さな、そして小さな小さな地球は支配され指導されできたということになります。その冒頭にいるこの神王にしてもですね、世界の他の神々と無縁であったと考える方が私は難しい、あるいは不自然だと考えています。ともかくもこの神王は誰かということなんですけども、この角のようなコブだけで結論を出すことはできませんが、しかし一つの手がかりとしてですね、左のモーゼ像に表現されているコブと、それから神王に表現されているコブが酷似しているというところからですね、何らかの関係があるのではないかと私は考えています。そして左の、まあ、モーゼと言われているこの人物は実はモーゼではなくてですね、神自身の姿であった、イコールエルシャダイ、イコールヤーウェイ、エホバということになってくるわけですけども、その神がですね、アヌ王と一致する、あるいはアヌ王と考えて良いということになるとですね、まあ、右のですね、右下のですね、この神王も またですね、その神の流れの中にあると考えて、そしてその神王がですね、つまりひょっとしたらひょっとしてアヌ王ではないか、アヌ王でなかったかという可能性が生まれてきたということになります。今のところですね、まあ、その神王とアヌ王をつなぐ線はですね、細くて、まあ、このコブだけということになりますから、これだけをもってですね、結論づけることはできませんけれども、まあ、ここを叩き台にしてですね、基盤にしてですね、また次の謎へと、まあ、発展させていきたいと考えています。その鍵を、謎を解く鍵を握るのはですね、結局は神王の後にその神王を倒していって、まあ、司馬遷の式にはそのようにありますけれども、蔵についた皇帝ということになります。
今ここで一度止めて、そしてこの続きはペンディングということにさせてください。